そこで生まれて育ってる。そこが亡くなったらね、もう寂しくなる。でも引き継いでくださる方がいる。私の長男が後取りになって、ね、あそこにはたちのスパーとかお住まいになったんですか。だから私のお兄ちゃんのお兄ちゃんが住んでる。あ、そうなんですね。すごい大きなお家なんですよ。本当に映画に出てくるお家。大分のお家はもっとすごいですけど、すごいですよ。お庭がもう本当に、本当にお庭が、映画に出てくるお金持ちのお家のお庭なんですよ。すごい。私もあのお庭を歩きたいです。来年みんなで働いてね。お庭の階段を登りたい。あ、行く。よってことやってる。墓持って行きたいね。実はあそこで娘が籠を作る学校に入ってるんです。家計の名産だ。あ、そうですか。籠に入る。その学校に入ってるんです。勉強の方とかね。籠やったら使ったら竹細工。あ、そう、竹細工。いっぱい使ってる竹細工。有名ですか。来年行きます、大分。あ、でも、娘へ。大分に出る。はい。出る。はい。別府に。はい。え、どうなんですか？別府のどこに？皆さんのお嬢さん。ちょっと、あんまり詳しいことは分からないんですけど。別府がいっぱいあるよ。ガザイフ。そうなんですか？ガザイフ。ガザイフ、福岡。え？福岡。ガザイフは福岡。ああ、そうですか、福岡。ダザイフの割合近いところに生まれてるんです。あ、そうなんですか。九州なんですか。九州。ああ、ダザイフね。ダザイフから。うちの母は熊本が出身。ああ、熊本が。はい。九州は縁があるんですね。親がそうですから。九州のやっぱりあの芝居新さんの顔とかは見ると。やっぱりあの早戸城だよね。あ、そうですか。あのヨーロッパ系じゃなくて、うちの母はヨーロッパ系なんです。母あの早戸城とか、あの縄文時代から先住民とか、アイヌもそうだけど、骨格がたくましくて、彫りが高くて、今のいや弥生通り朝鮮半島から来た人とちょっと体格も顔も違うんです。先住民声が深いわけ、濃いわけね。あ、濃いですもんね。うん、一番人と濃いだもん。朝鮮半島から来た人種じゃない、ね、モンゴル朝鮮半島の人種と縄文時代からこの1万8000年このレクトに住んでる先住民は人種が違うから。西郷隆盛なんかも先住あの早戸族、九州は早戸族、だから薩摩は早戸族。はいはいはい、早戸族。西郷隆盛とかね、ああいうところは相撲取りの畑を、はい、あれも早戸族。大きいんだよ。
骨格が。あ、そうですか。お姉さんもちょっと骨格は高くなってる。たくましい。だからちょっとちゃうね。朝鮮半島から来た今の天皇家と。欧州の藤原三代のね、おにぎり料理が作ったあの藤原家もそうだよ。だからあの辺にまだたくさんいてるよ、そういう人は。チーズ系好きなんですよ。毎日チーズ。毎日チーズが。